STV 大冒険 TV。 この番組はテレビ朝日の社員友寄隆英、通称ナス D がほとんどの日本人が行ったことのないような世界の僻地に命がけで向かい、知られざる文化、そこに住む人々の暮らしをディレクター目線でレポートする超本気気候ドキュメント番組です。今回もネパールの奥地ドルポに住む天空のヒマラヤ部族に会いに行った旅、ボリューム8、日本ではほとんど知られていないネパール最大の祭りダサイン総力取材編。幻の湖ポクスンドコのほとりにあるホテルで休憩を取っている撮影隊ということで、山岳料理人によるこの日の朝食作りから見ていきましょう。カンサー、まずは全粒粉に油と塩、お湯を加えてよくこね、薄く伸ばしたらフライパンで焼いていきます。こちらはチャパティとは主に北インドやネパールなどで食べられている主食の一つ。発酵させずに焼き上げるため短時間での調理が可能。小麦本来の風味を生かした素朴な味わいが特徴です。ちなみによく似たインドのナンは実は高級品。特殊な釜や高価な精製小麦粉を使うため、庶民たちにはチャパティの方が一般的なんだとか。続いて取り出したのは日本でもよく目にする韓国の辛ラーメン。手軽に作り、体も芯から温まる寒い高地では定番のメニュー。塩や醤油で味の微調整、山岳料理人インスタントでも手は抜きません。では焼きたてのチャパティから。バターと蜂蜜とピーナッツとか、ね、いろいろね、美味しいよね。いただきます。美味しい。この小麦粉を薄く伸ばして焼いたものですよね。辛ラーメン、辛い。これ結構辛いね。辛いですよ。シュワーッと汗が出てくる。そうですね、うまいでしょ。あら、日本のやつより辛いですよね。辛いですね。でちょっと味噌味なんですよ。日本の辛ラーメンはここまで辛くないんですね。どうですか。めちゃくちゃうまい。貧乏だやつみたいになってる。今日はヤギ一匹殺して料理する。ダサいんですね。ダサいんだし。ちょうどよかった。ネパールのヒンドゥー教徒最大のお祭りダサイン。この日は生贄の儀式を行います。あ、首落とすって、うん、ダサインでね、明日がメインの場合。あ、そうなんですか、うん、でその前の日の今日でヤギと羊、鳥、水牛、みんな生贄でください。それはね、あのカーリーっていう神様が悪魔を退治した日なの。でその動物を悪魔に何かこう見立ててるんだよ、ね、ベジタリアンも、ね、大根を切るんだよ、代わりに悪魔はちって。ネパール国内で何十万頭っていう今日は動物殺される日なんですよ。殺される日。あれなんですか、あれ、これ。一方、首都カトマンズでのダサインの様子は、なんか頭の上に焼き物の上に火をつけてるんですよね。15日間にわたって行われる祭りのこの時期は日本でいうお正月。休みになる企業も多く、町は年に一度の帰省ラッシュを迎えます。ここのお店は畳が閉まってますよね。これがもうお休みだから、はい、もう里帰りしたいと、もう実家の方にもう行っちゃったですね。今朝のバスで行きましたかな。お店やってる人はみんなネパール人でしょう。でも売っているものはほとんど中国製です。祭りに合わせてボーナスが出る会社も多く、
年末商戦のようなにぎわいを見せるマーケットも。都市部は割と近代的な様相ですが、生贄を捧げるという文化は共通。こちらはネパールで最も生贄が捧げられるダクシンカーリー寺院。ダサインはもともと母国の繁栄や人々の生命力を高めるためのお祭り。その象徴である女神カーリーは赤を好むと言われ、生贄に動物の血を捧げるのが習わしです。赤い服を着ている人も多く見られました。そこをね、あ、今首洗ってんの。なんか首を、そうそう、あのでも一回水で首とか足とか全部きれいにして、その後もお寺の中に持ってくる。生贄するときは首を切るんですけど、家からですね、下からはダメなんです。家から刀で一気に切らないといけないんです。わわわわ。お寺で行ってくれる生贄の儀式は700ルピーほど。捧げられる動物はオスだけ。あそこの、ちょっと水の色が、ね、あれ血ですよね。血ですよね。ここから流れてる、そこから出てますよね。血です、はい、生贄として祭壇に捧げられた動物はその後、まあ、毛とか抜けてまた綺麗にしてますよね、でそれを持って帰る。持って帰る。女神の祝福を受けた生贄をごちそうにして食べるとカーリーのパワーが得られると信じられています。この儀式はお寺だけではなく、家庭ごとに自宅や道端などで行うのが一般的。そのため、町の至る所でその光景を目にします。では、ドルポの撮影隊が取材するダサインは、まあ、生きるってのはこういうことですからね。解体してきます。アマゾンとか取材してるからか、こういうのちゃんとできる人を、残酷なんじゃなくてちゃんと肉にして美味しく食べれる人を理解ちゃんとしてます。自分ができることじゃないんで。うわ、カワハギハグみたいな感じでペローンと綺麗に取れてる。アマゾン違ったね。違いましたね。最初に焼いちゃって、あの毛が使うからだろうな。うわ、すごい綺麗に取れた。毛皮が綺麗に取れました。すごいな、綺麗になってきたな。内臓もなんか全部いくんだな。出したところで胴を切ってセンターで。手際の良い解体作業、首を落としてから20分ほどで終了。ここで胸付近の脂身を直火で焼き、味付けなしで食べるといいます。ありがとうございます。美味しそう。ほら、まあ、うん、すごい美味しい。胸の部分の肉もついてる油の部分、チロコロホルモンみたい。食べます。皮ごと食った。デラミトさん、デラミトさん、美味しい。レタさん、何も味付けしてないのにすごい美味しい、ね。ここでこんなに勝手に食ってあれかな、ハンタさんに怒られへんのかな。多分ちょっと怒られますね。ここだけ多分解体した人たちがこっそり食べれる美味しい場所なんですよ。絶対この人たち勝手に食べてる。あちゃう、うん、わあ、やった。肉でだいぶついてる。結構ついてる。豚肉の角煮みたいな感じですか。うんめぇ、美味しい。ぶっちゃけ肉としては相当美味しい。カバーとその間にゼラチン質があって、噛み応えがあって、その下に白コロホルモンみたいな脂肪がついていって、その下に豚肉がついてる感じ。
この実はハラミだから、もしかしたら一番美味しいのかもしれない。多分あそこね、美味しいですよ。この麺、勝手に食べちゃって。山岳料理人がヤギを調理する前に、お前たね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 お前肺や胃袋、腸の中に詰めたブラッドソーセージ。動物の血まで捨てずに使い、その命を全て閉じ込めます。血を使ったソーセージは、日本ではあまり馴染みはないものの、牧畜が盛んな地域では一般的。1日ほど乾燥させれば食べ頃だといいますが、一体どんな味がするのでしょうか。続いても内臓を使った一品。足で器用に包丁を押さえ細かく切ったら、血とともにターメリックとカレーパウダー、混合香辛料のマサラと塩を加え40分ほど煮込んでいけば、ヤギを使ったおつまみ、ホルモンスパイス炒めの完成です。年に一度のお楽しみ、ダサインの時にしか味わえないごちそう、現地スタッフたちつまみ食い。マスマス、マス。ちょっと味見のはずが止まりません。続いては肉を使ったメイン料理。分厚いお肉も足で器用に切り分けたら、ニンニク、生姜、玉ねぎを炒め、そこへターメリック、ヤギ肉を加えて炒めていきます。味付けは鶏スープの素に混合香辛料マサラ、カレーパウダーなどをたっぷり。めっかりミートカリー、ミートカリー、ミートカリー、カリー、カリー。そこへ塩、コショウ、水を加え、圧力鍋で30分ほど煮込んでいきます。その間に付け合わせ、インゲンと人参のバター醤油炒めに、ウリを使ったシンプルなサラダ、さらに食パンと卵を加えたトマトスープまで、山岳料理人が手早く調理。ここでヤギ肉カレーの煮込みが完了。最後に春雨を加えて味が馴染むまで煮込んでいけば、ヤギ肉カレーの完成。今夜はダサインの大盤振る舞い。現地スタッフ用にも別のカレー。ソーセージ作りから数えると実に4時間半、スタッフ総勢20名分のダサイン料理を作り上げました。つまみ、さっき来たヤギのつまみ食べたい。ちょっとつまんでやろう。お田さん来る前に、うわ美味しい、初めて食べる。はい、どうぞ。お田さん、なんかおつまみ来ましたよ。おつまみみたいな、ね、つまんでいいみたいな。すごい美味しい、この帽子大丈夫？いいと思います。笑ってる。いや、全然変じゃないです。すごいいいと思う。はい、どうぞ。小腸と胃を、レバーかな、シデ煮込み、その入ってるよね、シデ煮込みなんです。あとレバー、本当に無駄なく使ってないよね、うん、残すところないね、全部全部レバー、うん、美味しいな、いいもん美味しいな。
ダサインの祭りだからな。これがブトン、ネパール語で言うとブトンって言うんですけど、ブトン、つまみ、なんかお酒、ね、うん、食べにくいつまみ食べて、お酒飲んで酒飲んでるのどんなもんか。では、焼肉をふんだんに使ったカレーは、ちょっと食べてます。いただきます。あのダルか、これご飯の上、はい、豆のスープ、ちょっとマイルドなんですよね。これかける。いただきます。ヤギの肉。はい。うわ、おいしい。すごい牛肉に近いですね。うん。柔らかい。全然カレー味じゃない。ダル嗅ぎましょうか。生肉食べてなかったから、すごい美味しく感じます。柔らかいね。すごい美味しいです、うん、ずっと乾燥肉だったもんね。でも乾燥肉も美味しかったし、うんうん、これすごい水牛の乾燥肉ね。会話しながらあっという間に完食。もちろんおかわり、うん、美味しいな。焼き肉すごい美味しいです、うん、柔らかい、うん、なんか臭みが全然ないですね、こっちの焼きは。僕も話聞いたんだけど、はい、チベット高原に近いでしょ、はい、で元々土地が塩分がある、はい、そこに入る草を食べる羊やりが臭くない、あ、うん、全部入ってるんですよ、うん、これリブンと一番美味しいよね。すごい美味しい。こっちはまあ 焼かないんだよね、こっちはね、あ、うん、あの焼いて煙を出すと神様にね、そうです、良くないです、はい、あんまり燃やさないもん、ね、肉もあまり焼かないで煮込むんですね、うん、こんな美味しくなるか、このやつ。会話の途中、誰にも気づかれずに自然な流れで本日2回目のおかわり、うん、ナスがこの旅で身につけた高等技術です。お疲れ様でした。すごい美味しかった、うんうん、一方現地スタッフたちもヤギ肉カレーを頬張りダサインを楽しんでいました。彼らにとってはここまでお肉だらけのカレーは珍しいもの。頬張りながら思わず笑みがこぼれます。山岳料理人カンツァさんが飲んでいたトンバ、あートンバ、トンバとは発酵させたヒエの実にお湯を注いで飲む熱燗スタイルのお酒。ダサインの夜はお酒もじっくり。おいしいね。撮影タイムをロキシーというネパールの焼酎で乾杯、うん、こっちのお酒です。焼酎、あ、これ強いね。強いよ、40度強いのは40度だけど、これ30度ちょっと待ってこれとあるでしょ。なるほど。何のお酒ですか。米、米から作った米が、米、はい、米、だから日本酒っぽいんですね。そうそう、美味しいですね、はい、青ヶ島って島があるんですよ、日本に、はい、そこに青酎っていう有名な焼酎があるんですけど、はい、それさつまいも焼酎なんですよ。鼻から抜ける香りはそれに似てます。寝る時に母が言っちゃうんだよ。そうなんですか。シェルパーの人もお酒飲んで死んだって多いよね。まあそうですね。そういうのが川に起こったことね。また飲むからね、いっぱいね。まあそうですね、飲んではまず、まあ、これ飲んで高山病なんだけど絶対嫌ですよ、笑えないからもう。初めてなんで高所が、これでちょっと行き過ぎちゃって明日ね、高ちゃんみたいになっちゃったな。実は日本からお土産にお酒を持参していたナスディ。ダサインを祝い、山岳料理人にプレゼント。ハッピーダサインって言うんだ。一番大きいの。こちらはその日の首都カトマンズの様子です。祭りは最高潮を迎えると行き交う人々はみんな太鼓のリズムに合わせて踊り、商売繁盛や国の繁栄を願うためのおみこしや御柱が街中を彩っていました。
さらに親族で過ごす人々は目上の人から目下の人におでこに赤い色をつけていただきます。おばあちゃんとかね、自分の孫たちに赤い色をつけていただいております。はい、女性たちは赤い服で親戚の元を訪問。チカと呼ばれる赤い印をおでこに、さらにお年玉のようにお小遣いに。ネパール国民にとっては大事な節目。家族みんなで一年を祝います。じゃあみんなで集合写真撮ります。お集まりいただき、みんなおでこに赤い色ありますよね。この中で一人だけ赤い色の、ね、使うやつ、ね、方がいるんですけど、一番年配な方です。はい、撮影隊のいるドルポでも、ヌルブさんがもう文化テーマなので、奥ドルポ出身のヌルブさんが陽気に踊り始めました。どうでしないなんて。そうだね、うん、同じドルポの人間だって言って、でもヌルブも嬉しいんだよね。言葉が通じるんだよね。ヌルブさんはでもアッパードルポに今も踏んでいるんですか。それとももう基本固まんない。いや、今まではずっと上にいたけど、最近あの孫ができて、あ娘にね、カトマンズね。カトマンズはおとなしくしてるから。ああ、そうですよね。仲間なんでね、なんか周りいないから、だんだん嬉しいんじゃないの、こっち来たら。そうです、解放されて。ドルポの人はね、面白いんだよね。カトマンズ出るでしょ。はい、で最初は楽しいっていうね、いろいろあって。はい、でも結局まあもともとお金ないっていうのもあるから、都会ってお金ないと楽しくないとね、やったらうるさいとかね、埃、はい、がすごいとかね、はい、もうドルポ帰りたいっていう、帰ってきちゃうとか、うん、ああそんな楽しくないと、カトマンズ。その後他の現地スタッフたちも合流しダンスナイト。こうしてダサインを祝い英気を養った撮影隊。年に一度のお祭りは賑やかに暮れていきました。翌日、撮影隊は再びポクスンドコのほとりを取材。そこにはヒンドゥー教とは一線を画す土着の原始宗教ボン教がありました。テレビで取材することは稀、貴重な光景です。分かりやすくそういう化身みたいな形で神って見やすく作ったんでしょうね。ポクスンドコ、そのほとりに、うん、寺院が佇むように立つ。今もなおドルポにひっそりと息づく土着の原始宗教ボン教。普通の日本人は踏み込めない、ここでしか見ることのできない事実に迫ります。さらにドローン撮影、そしてポクスンドコの水中撮影も世界初となる絶景が。わあ、すごい。おばあちゃんが橋の向こうで見ている。じゃあ今に文教なんで、左側に3回回るとこのお経を読んだことになる。すごい、仏様みたいなのいっぱい書いてます。すごい綺麗。ナス D の大冒険チャンネルではいろんなことに挑戦中。皆様、次回もご視聴お願いいたします。